ーの、皆さんこんばんは、むけなです。はい、ということで、はい、前回の続きという感じで、あ、何ほどいてんじゃん、私もほどきたいんだけどほどいてください今回はですね、割とリクエストとかに多いやつで、はい、スマホの中身紹介っていうのをちょっとやってみようと思います。はい、拍手してちゃんとしてますいや意外となんかやってる人多いよね。多い、最近流行ってるんですかね、わかんないんですけど、うん、意外と皆さんが気になるみたいなので。そうなんだね。そう、あんまり自分たちにそんなに参考になるものあるかわかんないんですけど、うん、一応紹介をしていこうかなと思います。そうですね、せーの、レッツラゴー。はい、ということで紹介していきたいんですけど、自分で見てもなんか別に何かこだわってるものとかもないので、うん、こう相手のを見て気になるものをね、うん、これ何って紹介していこうかなと思います。じゃあ機種をまず2人とも紹介するか、はい、そうだね、 iPhone X で、私は iPhone XS ですね、うん、でケースとかも一緒にはい、キスは前、これ動画で前に紹介したこともあるんですけど、うん、スピンズに売ってある蝶々柄のやつ でそれがまあ透明なので中に、まあ、ムクエナのステッカーだったり入ってますかまあ見えないんですけどって感じ、貼ってあります、貼ってありますよ皆さん、貼ったんです、はい、であとはなんか、まあ、ステッカーだったり、あと美術館 の、うん、チケットだったりが入ってますっていう感じですね。はい、じゃあそのまま、はい、紹介いきますか、はい、バリフォンなんだけどどうするみんなまあちなみにこういう感じでバリバリバリフォンはバリフォンバリフォンだけどどうする。はい、じゃあ待ち受け画面からこんな感じですね。はい、こんな感じになっております。はい、本日の日付がバレましたけれどもこの画像はあれインスタに載せてたやつですかね。そうそう、インスタに載せてて、うん、まあこれは普通に自分が撮ったレモンうどんの写真と可愛い夕焼けの写真をコラージュしてるやつですね、うん、ね、はい、じゃあ見させていただきます。はい、あ、この中の画像は、はい、宇宙ってことですか。これはそうですね、宇宙みたいな感じの月みたいな感じですね。あ、これ1ページですか。あ、そうなんですよ、全部1ページに収めているんですね、はい、あれアプリ少なくない。え、少ないかな。え、少ない。え、待って、うちと全然違う。え、そう、なんか私本当に写真の量がやばくて、うん、もう容量がほぼないんですよ。だから携帯のね、そう、それがバンバン消してる。なるほど、そう、そうなんですよ。この人ね、なんかね、うん、常に容量ないよね。常に容量ない。 iPhone 変えても容量ないのなんで分かんないんですけど。で、これはあれですね、色で分けてるやつだよね。あ、そうそうそう、なんか前ちょっと言ってましたよね、うん、なんかこれは友達がやってて、うん、で、このやり方スッキリしていいよって教えてもらって、うん、で、それを真似しました。私もなんか友達がやってた、うん、やってた。なんか韓国で流行ってるらしい。そうそう、うん、なんか昔結構前なんだよね、しかも流行ってた。そうそうそう、だって高校生の時だもん、これ。そうそうそう、周りがやってたんで。じゃあちょっと見ていきますね。はい、まず白から。あ、まあ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 、はい、こんにちは。こんにちは、はい、こんにちは。ウェア使ってるんですか。使ってないです、ね、使ってないですか。だからこれも消す候補です。あ、候補か、うん、じゃあみんな別に参考にしないでくださいで、まあ、あとピクトリンクね、私も入ってますわ。そうですね、まあ、私たちはプリモなのでプリモアピールしてくれるから、プリモなので。あ、それ、最近65万人。あ、66万人いきました。66万人、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごいよね、66万なのよ。すごいって、おかしいって。びっくりした。個人だよ、個人ね。個人で。個人で2人とも66万人ついてるの、おかしいですよね。おかしいですけど、ありがとうございます。はい、あと、ビスコとかね、はい、加工アプリ系も入ってますけど。そうですね。このドライブだけわかんない、私。ドライブはなんか学校で、その課題を提出するのに使ってて。うん、あ、なるほどね。そうそうそう。これ提出してるんですね。そうですね。じゃあ次、宇宙人ということで。ここら辺は、まあ、普通ですね普通ですね、なんか、まあ、この背景とか、まあ、加工系か、うん、ブラック、ブラック。え、なんか本当にアプリが少ない。なんか気になるのがそんなにないんだけど、ね、え、なん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 、マジで。え、LINE ミュージック使ってんの。LINE ミュージックは全然使ってないんですけど、LINE の BGM に設定するのが必要なので。あ、なるほどね。そのためだけに。あ、そのためだけか。へえ。あ、LINE 漫画。LINE 漫画読むの。はい、なんですか。LINE… いや、まあ、あとでやるんですけど、LINE 漫画って何読み。LINE 漫画限定のとかある感じか。そうですね、あります。あ、分かった、あれだ、ジョイから移ってきた墓。あ、ジョイから LINE 漫画来てですね。なるほど、うちジョイから LINE 漫画に移行した時に辞めた人です。あ、脱落した人です。脱落した人です。諦めた人です。あ、そういう人もいますよ、はい、いますよね。あ、カラオケ招き猫いますけど。招き猫は入ってますよね。うん、まあ、カラオケ招き猫は入ってこないですね。まあ、招き猫が一番安心します。まあ、確かに。あと、この YT スタジオっていうやつね、うん、YouTube やってる方ね、便利だよね、うん、ここからサムネとかできる。え、そう、てか最近気づいたんだけど、ここからコメントにいいねできるんだね。え、それは知らんかった。知らなかった。うん、
あ、じゃあちょっと見てみていいですか。こんな感じで、こういうの見えちゃうんです、こういうの見えちゃうんですけどこんな感じで見れて、うん、でコメントをここに出てくるんですけど、ね、もっと見るにするとほら、あ、ここからいいのできるの。しかもそう、これあの最新順だから、うんうん、あ、もうこの動画のとかじゃなくてチャンネルについたやつが全部。なるほどね。だから、え、この動画にまだこんなコメント来てるのかも分かるし、うんうんうん、え、こっからいいねできるんだ。じゃあなんかもういいね、いいね、おしゃれって感じですね、はい、すごい、それはめっちゃ便利、ありがたいわ、うん、すごい、私は今発見をしました。そう、最近気づきました、これは。まあ、あのぜひ、ね、あの YouTube やってる方は、はい、使ってみてください。まあ、今のが赤でしょ、ピンク、ヘルスケアとユーライト、ミクちゃんもまだ入ってるんですね。ミクちゃんもまだ入ってるんですね、うん、アナログパリス、アナログフィルムっていう名前なんだ今、懐かしいね。あ、はいはいはい、一時期ピンク加工が買い当たった時にね、そうそうそう、めっちゃみんなこれを売ったよね。これは有料なんですよね。そうね、そうそうそう、でもアプリだけで払っちゃえばおしまいだからね、うん、そうそうそう、なんか本当にアプリが使ってもうあとピクスアートなんですよ。こいつに関してはもうフォルダ負けしてるけど一人だし、そうそう、もともとはね、もっとあったのよ、ここに。あ、そう、紫他にもあったんだけど、キスしたのか、ね、ほんとつまんねんな、ごめんなさい、だってほらもう何もないのも。で、下の4つに選抜されてるやつね、これ結構あれ、あれですよね、何を選ぶかっていう、人によって違いますよね。まず音楽を聴くアプリと、はい、LINE と、うん、インスタとサファリ、はい、サファリここに入れるんだ。入れます、意外、私的には意外です。あ、本当ですか。はい、はい、という感じで、まあ、見終わりましたけれども、まあ、これがまあ一回基準になります、あの国は。はいはい、はい、こっから私のってなりますので。そうですよね、はい、まあ、こんな感じでした。はい、はい、ということで1回ムックの紹介しました、はい、本当にびっくりです、アプリが少ない。なんかこう人のアプリって見ないからさ。まあそうだよね、自分は別にこれ少ないと思ってやってないので、あなたの画像どんな感じなのか気になります、はい、あ、じゃあまず私もケースから紹介しますね、はい、私はこんな感じで、はい、ステッカーと、あとこれはね事務所の方にいただいたんですけれども、なんていうんだっけこれ、あ、なんだっけ、有名なあるよね、ブランドですよね。そうそう、なんかギャがついた気がするんですけど、そう、思い出しません。前まではこれクリアのやつを使ってたんですけど、うん、クリアなんだけどこうキラキラの、ね、まあ、かわいいね、宇宙の感じのステッカーに合わせて星っぽいやつを選びまして、なるほど、これケースとバンカーリングは 2% で買いました、はい、最近。はい、こちらがまず画面ですね。はい、これ目玉焼きですか。あの、ひまわりだったんですけど、ちょっと前まで。あ、確かに夏終わったのでちょっと恥ずかしくなっちゃって、うん、保存した画像です。あ、なるほど、かわいい、とってもこういうの好きです。はい、でこちらですね、まずこれ何ですか。これは保存したんですけど、あの、はい、くり抜いて白いのにポンと貼っただけなんです。あ、なるほど、かわいいですね、美味しそう、食べたいでしょ、食べ物で攻めてるということで、はい、じゃまずこっちの1ページ目から、はい、でここはあれか、割とスタンダードなのかな。まあそうかもしれない、なんかまあ一番使うページかな的なのだけど、はいはい、でディズニーのが入ってたり、そうですね、はい、これでパスパス取ったりするやつ、はいはい、こちらは何なんですかね。これはなんかわかんないけど適当にまとめてるんですけどえ、これどういうまとめ方だ、これは一応なんかあるのか。これはなんか、うん、なんだろう、買い物系、確かに確かに、うん、クラシルがなぜそこにいるのか結構謎なんですけど、うん、買い物系かな。こちらが SNS、 そうだね、 SNS 系。何ですかこの開業区の。あ、開業区おすすめしたいんですけど。あ、分かった、インスタのあれか。そう、インスタってさ開業がさ、うん、できないじゃん。でもこの開業区でやると、うん、自分でこう開業したのをそのコピーして、うん、貼り付けるとなるのよ。だからこうぐちゃってなってると読みづらいけどスッキリさせれる、うん、あ、なるほどね。結構おすすめです、おすすめらしいです、はい。あ、こっちは2ページにわたってるんですね。そうなんです、やっぱ多くなっちゃいますよね。見る系ですか。見る系かもしれない、もう入れてる。そうですね、ラジオもね。え、いいですね。でも言うて、うん、1回使って何かのために、うん、そのままとかもありますって。そうだよね。え、てかなんか感動してるのは、うん、私容量なさすぎて、うん、ここの隣に雲マークついちゃうんですよ。あ、あるよね、はい、ちょっと使ってないんだけどすぐついちゃうんだよね、はい、ついてるなって思った。携帯がいい、いい携帯しますわ、うん、ありがとうございます。こちらがメールですね。そうですね、ページ目。え、このなんか気になるんですけど、はい、このまとめてるのとまとめてないのでは何の差があるんですか。どこにも入らねえぞっていう感じ。そうそうそう、どこにも入らねえぞっていう感じ。あ、なるほど。これはゲームですか。ゲーム、これはなんか本当に1回2回ぐらいやって、マリオカートやってみたいです。 なんですね、でも容量ないんですよねかわいそうでも1回だけちゃうよなんでいいか、うん、じゃあ今度やらさせてもらって、はい、大富豪いいですよね、オンライン。大富豪ね、たまに一時期私もやっちゃいますね。そうなんですよ。でも本当負け続くとやめますよねくそーって言って、高広みたいな、こういう、そうそう、高広いるやつとかあるよね。いるんだよな、クーポン。え、クーポンすごいね、うん、なんかね、本当にすぐ載せられちゃって作っちゃう。あ、すごいね、なるほどね、うん、GU とかお作りしますかね。そう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 、作っちゃうんですよね。あ、なるほど。
え、でもスカイランクとマクドは絶対入れたらいいよ、みんな。ああ、まあそうだね、うん、これは確かに、うん、これがもうそれも分かんない、なんでそこで分けたのか分かんない。なんかお金、うん、お金系。え、なんなん、なんか知らないアプリばっかなんですけど、なんなんですか。でもペイペイは支払いですよね、はい、YouTube ダイレクトはまだ登録してないんだけど、こう携帯から見てる、通帳の残高とか。へえ、いい、主張しなくて、うん、会計簿は友達におすすめされて入れただけ、書いてない。使ってますか。使えてないです。使いたい、使いたい、ちゃんと。家計簿はこんなのね、使えませんよ。やばいですか、これ。でも友達がちゃんと使ってたから見習おうと思った。それはすごい、これ使えてたら結構高いよ、女子力は。ね、偉いよね。いや、すごいね、こんなうち容量食うアプリ入れらんないですわ。え、だから本当に早く携帯変えなって、バリフォンなんだし、容量大きくしなよ。使いたいです。これはミュージックなんですか。これはそうなんですよ、まあ、でも基本 YouTube とかで聞いちゃうんで、うんうん、あんまり使ってないっちゃ使ってないんですけど。なるほどですね、はい、でもなんでこんなあの Spotify とかさ、うん、LINE ミュージック、こっちに Apple ミュージックもあるんですけど、こんな、うん、なんでいりますか。なんかだから入れっぱなんですよ、基本的に。なるほど。 LINE ミュージックもあの片思いあるあるの時に使ってそのまんま、うんうん、で Spotify と Podcast はあのミポとフテちゃんとやってるラジオがそれで聞けるんですよね。あ、で入れたので入れたんですよ、私も。っていうだけだから音楽は聴いてないし。あ、なるほどね。本当にね、 YouTube で聴いちゃう、まあ、YouTube は万能ですわ、本当に。そうそうそう、こちら加工のあれですね、アプリで。そうです。え、なんか確かにうち昔はこういう系いろいろ入れてたわ。あったよね。あった。どっちも中学から入ってますから、ずっと、うん、え、すごっ。でもね、消すに消せないっていうか、なんかたまに使うよねみたいなテンションで。あーね、余裕があるわ。これ何なんですか、うん、ビデオ。これはあの左のやつはあの外撮影使うカメラの時につなげるとモニターになるアプリなんですけど、うんうん、右のやつはあの動画を反転してくれるの、はい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 、で速度も変えれるっていう、はいはいはい、ダンスを覚える時に。私もあのやってましたわ。やってました。でもなんかこういうのは消しちゃいますぐ。あ、ですよね。そこでしか使わないじゃん。だもんね、うん、でもうちまだ消さなくても平気だから残ってるだけ。これはカメラ系か。カメラ系。え、この下2つ。あ、下2つはちょっとインスタントカメラみたいな感じの写りになるやつ、うん、あ、なるほど。開いたら分かるんだけど、はい、撮れました。こんな感じですよね。で、バーバーですね。まあ、こういう感じであの本当にカメラっぽく撮るアプリっていうことですね。これは可愛いです。はい、じゃあこっちのページなんですけど、これはなんか結構雑めに置かれてる気はするんですけど、あ、もう本当に意味わかんないです、自分でも。なんだこれみたいな感じですね。どうやって使うんだろうみたいな。そう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 、あの本当にこっちは開かない、開かない、うん、この辺も使わない、うん、なんかよくわかんないんですよ、私。何ですか。そうですよね、こういうの何なの、よくわかんないですよ、ね、お前はみたいな感じですね。え、だってちょっと気になったんですけど、ここあのカラオケマークついてるじゃないですか。あ、歌姫の仲間に入れてもらっていいですか。ちょっと、あ、確かに、ちょっと入れますね。確かに、なんでだろう、あんたかわいそうですよ。しかも招き猫は違うとこにあったしね。あ、マジか。うん、なんでだろうね、もうよくわかんないですよ。でこんな感じでいいですか。そんな感じですね。わかりました。あ、下のやつもね。あ、そうだ、下のやつ、はい、LINE とインスタだけだ、一緒なのね。一緒なんですけど、うん、右2つがどっちもカメラアプリなんです。まあ、一番右のはあの U ライトですよね、うん、まあ、よく使うのと、うん、その隣のやつは、はい、あの無音カメラなんですよ。なので iPhone で撮りたいなって思ったけど、ちょっと音うるさいから、うん、ちょっとここは撮りづらいぞって時はこれ使うんですよね。なるほどね。でもうちもよくあるわ、それは。あるでしょ、だからこう、うん、頑張ってスピーカーの部分を押さえてくるじゃん。めっちゃあるわ。なんだけど、その無音カメラを使ってます。なるほど。まあ容量があるので、まあ抑えるよりも、まあ、アプリ入れた方が早いだろうみたいな感じのことができるんですよ、ね、私は。何ですか、それ嫌味ですか。うん、まあまあ、早く携帯変えろってことですね。要するに、はい、ありがとうございます、はい、そんな感じの iPhone の中身でしたね。はい、はい、まあアプリの量が全然違いますわ。違います、3倍ぐらいあるんじゃないでしょう。いや、本当にだからもう少し頑張れると思います、私。あ、もう少し減らせと、なんかスッキリさせてほしいですね。私はちょっと見習ってほしいところがある。なるほどです、了解しました。なんか人様にさ、あの iPhone の中身を見せることなんてないですから。いや、本当ですよ。ただでさえないのに、私たちもこれ YouTube 出てますからね。天才ユタモンですか。ユタモンですから、頑張ってますから、本当に。はい、ということで今回は、まあ、リクエストにもあった iPhone の中身紹介をやってみました、はい、まあ本当にね、参考にはなりません、はい、なりませんけども、まあ、リクエストがあったのでやってみました、はい、面白いですね。面白いでも人のを見てみるっていうのはやっぱ、うん、こういうことか、みんな、うんうん、人のを見るのちょっと楽しいんだろうね。確かに、まあ、参考になるなんて肩から思ってねえから大丈夫だよ、うん、って思った人はグッドボタンとチャンネル登録と低評価もお願いします。
じゃあ最後に、うん、あのカメラロールバーンってやってバンってやったところをもうバンっていうふうにやって、ね、おしまいにしたいと思います、はい、それではせーのバン。最後写真出したんですけど、はい、あの私のはですね、あのウランちゃんと遊びに行った時に、はい、なんかウランちゃんがあのファンの子になんかジェンジェンの写真もらったのでって言ってなんか渡されたらしいんですよ、はい、ウランちゃんが。でそれをウランちゃんが私に渡してきました。今家にあります。これリレーをつなごうっていうゲームです。なるほど。あとムクのやつはあれだよね、サムネだよね。サムネあれなんで、だって全然昔なのに。そんな昔じゃない、うん、なんででしょうね。謎に包まれてます。ぜひその動画も見てみてください、はい。